ず、第1試合レッドサイドこたつ VS ブルーサイドストーリーの試合から始めたいと思います。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それではただいまより30秒の計測を開始いたします。記念すべき最初の試合です。いきましょう。スタートボタンをお願いします。さあ、こたつ VS ストーリーの1回戦いきます。波動ファイト。さあ、まずは1枚先制でシールドを出してまいりました。ブルーサイドストーリー、こたつもシールドを出してきた。さあ、ステータスカムを見るとこたつはほとんど全員がシールドと近づきに振っていますね。逆にスピードとスケールは全員1、かなりこれは守りに徹したステータスですね。ただスケール1となると相手にぶつけて当てることがかなり困難になります。さあ、それほどまでに高い影響力を持っていれば1を使いこなすことができるでしょうか。さあ、現在は0対5とブルーサイドストーリーがなんと優勢ですね。一気にポイントを取っています。さあ、こたつもここでポイントを取った1点ゲットを出したし、やはりストーリーがポイントを取ってくる。2対6の5点リード。さあ、こたつ、やはりこれはちょっと守りに徹しすぎたでしょうか。全員が守りというのはなかなかこれは難しい作戦じゃないでしょうか。さあ、しっかりと攻めていきたいところ。だがやはり球が小さくて当てにくいが、残り時間が20秒。さあ、1対9の8点リード。ブルーサイドストーリー、さらにポイントを重ねてきた。さあ、ここで10点差がついた。さらにポイントを重ねてきますと1対13。さあ、残り時間が10秒切りました。こたつも2点目を取るが、この点差はさすがに厳しい。さらにポイントを重ねてくる。ブルーサイドストーリー終了。2対16でこの勝負、ブルーサイドストーリーの勝利です。おめでとうございます。こたつは次は攻める人を作りましょう。レッドサイド七つ星 VS ブルーサイド美里愉快な仲間たちの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ。はい、よろしくお願いします。さあ、それではただいまより30秒計測開始です。それでは試合の方を始めたいと思います。それではスタートボタンをお願いします。さあ、七つ星 VS 美里愉快な仲間たちの試合、波動さあ、まずはセンターに2枚シールドを貼ってまいりました。ブルーサイド、ベサという会の仲間たち、先に点数を取ってまいりました。レッドサイド、七つ星も今日できた、できたてほやほやの新生チーム、飛び入りチームですが、なんと今は優勢です。やはりこれは経験者宮城さんの力でしょうか。さあ、後ろの2人もしっかり当たってますよ。さあ、対してベサという会の仲間たち、なかなか点数が取れていない。現在3対0と今が0ポイント。さあ、ここで1ポイント取ったが、ここでピッと笛が鳴りましたね。さあ、笛が鳴っています。さあ、来年オーバーしないように気をつけてください。さあ、4対1、推薦3点リードのレッドサイド。さあ、ここでさらにポイントを取ってまいりました。5対1。さあ、ブルーサイド、ベサとユンタイの仲間たち、さあ、なかなか攻めきれていないか。残り時間は20秒になりました。さあ、現在6対1と5点差、さらにポイントを取ってくるレッドサイド、七つ星が強いぞ、残り時間が10秒切った。7対1、さらにポイントを重ねてくるレッドサイド、七つ星。さあ、ブルーサイド、メタという会の仲間たち、1点でゴールを取りたいところだったが終了。8対1でこの勝負、レッドサイド、七つ星の勝利です。おめでとうございます。それではレッドサイドパーフェクトアクション VS ブルーサイドノイスの試合を開始します。両チームともにレイ、お願いします。さあ、それではただいまに30秒計測開始です。試合の方始めたいと思います。スタートボタンお願いします。さあ、パーフェクトアクション VS ノイスいきます。アドファイト。さあ、早速先制点を取ってまいりました。ブルーサイドノイズで、さあ、ステータスコーンを見てみると、おっと、これはレッドサイドパーフェクトアクションのレイヤー3番の方がなんとステータスが1151という2ポイント使うのを忘れてしまいましたね。これはさあ、球が小さく遅く、だけはしっかりあります。さあ、振り忘れてしまいましたが、途中から振ることはできませんからね。
まあ、せめて一点でも取るように活躍したいところだが、やはりこれは経験値の差でしょうか。残り時間が半分を過ぎたところで、なんとノイスがすでに15点取っている。じゃあそのノイスから1点を取りましたよ。レッドサイドパーフェクトアクション。さあさあさあ、この波に乗って一気に取っていきましょう。さあ残り時間が20秒になりました。現在1対20。さあここでパーフェクトアクションが得点を重ねて、さあ2対21と有権点差、さあ2対22になってしまった。さあ20点差まで離れる。なんとかなんとかこれは20点差だけは勘弁してほしいところだが、あっと2対21シュート終了。2対27でこの勝負ブルーサイドロイスの勝利です。おめでとうございます。ちょっと大人げないよそれでは、レッドサイドこたつ VS ブルーサイドベサという会の仲間たちの試合を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。拍手はしない、はい、ではスタートボタンお願いします。こたつ VS ベサという会の仲間たちの試合、ハローファイバー。おっと、なんか5秒くらい誰も動かなかったですね。が一気に動き出しましたよ。さあステータスを見てみると、なかなか面白いステータスしてますね。オームさんとシーラさん、ベサデイカルの仲間たちのオームさんとシーラさんが4421と、これまた攻めたステータスですね。もう速さと大きさに振ってしっかりチャージをしていくっていうね、まあこれまで避けないと当てられちゃいますからね。しっかり避けていきましょう。対してレッドサイドは4411の球がなんと2箇所から飛び込んだね。速くて大きい球、これで避けるの結構大変です。足にしっかり動かしていきましょうか。さあ2対3と1点リード、ブルーサイドベサというぐらいの仲間たち、仲間のいい試合にさあなっていってます。さあ競ってる競ってる、3対3となった。さあここから先先制点を取るのはどちらの地にいるでしょうか。さあ取ったのはブルーサイドベサというぐらいの仲間たち。さあ残り時間が20秒になりました。さらにポイントを重ねてくるブルーサイド3対5と2点リード。さあレッドサイドこたつ、もうここでポイントを一気に取って5対6と並んだが、さあ1点差1点差、さあ6対6と並んだ。残り時間が5秒になった。さあ同点で終わるか、さあ取れるか、さあどうさあオーバータイムマッチですよ。先に1点取った形のサドンデスマッチです。さあどちらが取れるでしょうか。それでは行きたいと思います。参りましょう、オーバータイムマッチスタート。さあよく狙って先に取れるのはどちらだ。取ったのはレッドサイドコタツ、おめでとうございます。7対6でレッドサイドコタツの勝利、おめでとうございます。それではレッドサイドマイシス VS ブルーサイドストーリーの試合を始めたいと思います。両チームたまにね、はい、よろしくお願いします。はい、それでは3周目計測開始です。握手ね。さあ、すでにエントリーも完了しておりますね。それでは試合始めたいと思います。スタートボタンをお願いします。ノイス VS ストーリーの試合、カードファイト。さあ、先に先制点を取ったのはレッドサイドノイス。対してストーリーもシールドを張ってしっかり守りながらトランクです。さあノイスが2点を取ってさらにエイトを重ねているストーリーは今だけにしては取れていないが、結構動けてますからね。それなりに避けられてますよ。さあまだまだ時間がある、5点差なくてまだ軽すぎるとストーリー、さあ当てることができるか。攻撃がなかなか、やはりノイスもやはりね、避けるのがうまいですね。なかなか攻撃を当てることができないストーリーが、ここでポイントを取ったら6対2、4点差。さらにポイントを重ねて3点差。じゃあここでノイスがポイントを取って7対3の4点差。さあここでシールドを重ねて張った。さあ現在8対3と5点差、残り時間が間もなく30秒となります。さあこの5点差を詰めていきたいところ、ストーリーがポイントを取った8対4と4点差。さあノイスはポイントを取る。さあストーリーも必死で追いかける。さあ追いつくことができるか。残り時間が20秒、11対5。さらにポイントを渡してくるノイス。さあ7点差、いやまだいけるぞいけるぞブルーサイド、ストーリー。さあ諦めないで、残り時間が10秒切った。13対6。さあその点差14対7とストーリーポイントが取れてノイス終了。
ぶレッドサイドノイスの勝利です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ではレッドサイド七つ星 VS ブルーサイドパーフェクトアクションの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは30分で開始です。はい、ありがとうございます。それでは試合の方を始めたいと思います。スタートでお願いします。七つ星 VS パーフェクトアクションの試合いきます。カードファイト。さあシールドを張っている現在のパーフェクトアクション、ケイトスコーンで見るとレッドサイド七つ星はなかなか結構ね回してきなくてたんですね。だってパーフェクトアクションのレイヤー6番の方が1-1-3-4ここでシールドを完璧しておりますよ。さあここで100人リードしておりますブルーサイドパーフェクトアクション、ポイントを取ってる。さあね、レッドサイド七つ星まずはね、相手がねかなりかかるシールドを持ってきますからね、シールドを優先的に割っていきましょう。さあシールドを割らないとその奥に敵にコーティングを当てることができないぞ。さあここでさらにポイントを重ねてくるブルーサイドパーフェクトアクション。さあレッドサイド七つ星もワンパンクマスかなりいい感じですよ。4対6、2点差、2点差。さあ、5対7と2点差。さあ、このまま逃げ切るか、ぶつかろう。さあ、残り時間20秒切った。さあ、現在5対7、5対7。さあ、さらにここでポイントを取ってきます。ブルーサイド。さあ、5対8、5対8。さらにポイントを取ってきます。ブルーサイド。パーフェクトアクション。5対9でこの試合はブルーサイドパーフェクトアクションの勝利です。おめでとうございます。ではレッドサイドこたつ対、ブルーサイドノイスの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それではただいまレッサー準備です。開始です。はい、終了です。さあ、それでは全員のネットリーが完了しておりますので、試合の方を始めたいと思います。スタートボタンお願いします。こたつ VS ノイスの試合です。いきましょう。波動ファイト。そう、こいつにピリッとなっておりますが、さあね、ラインオーバーしないように気をつけましょう。さあ、ブルーサイドノイスが一気にポイントを取っていると0対3、0対3、3でポイントを取っていた0対5。さあ、こたつもポイントを取ってはいるが、どん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 取られてしまう。やはりね、足を止めてしまうとその分当てられてしまいますからね、いかに動けるかが重要になってまいります。さあね、皆さんね、なかなか難しいところではありますが、足をね、しっかり動かしていきましょう。しっかりね、体を軽くして足を動かして膝使って、ドイツもね、さらにね、下の方にね、しゃがんで打ってきますからね、しゃがんでもいいんですよ。しっかりね、下からね、避けて上部、左右、前後、さまざまな動きを駆使して相手の攻撃を受けながら相手に自分の攻撃を当てていきましょう。さあ、残り時間がまもなく20秒になるというところで、現在点差は2対19、1つポイントが出てきたドイツ、残り20秒、2対21とブルーサイドドイツがなんと22点リード、24ポイントまで達しています。さあ、さらにポイントを取ってくるブルーサイドナイスで、さあ残り5秒、こたつ1点でボール取って、さあ3点でゲットしたところで終了。3対30でこの勝負ブルーサイドナイスの勝利です。おめでとうございます。では、レッドサイドパーフェクトアクション VS ブルーサイドベサという会の仲間たちの試合を始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。あ、握手してる、いいですね。さあ、それでは30秒計測開始です。それでは試合の方始めたいと思います。スタートボタンお願いします。パーフェクトアクション VS メサという会の仲間たち、あのファイト。さあ、まずシールド出してまいりました。レッドサイドパーフェクトアクション。ステータスの方を見てみると、パーフェクトアクションの方は1スタンボールと1人シールドプレイヤーがいるが、レッドサイド、ベストという回の仲間たちの方はシールドプレイヤーは1人いません。全員攻撃がかかっています。さあ、しかし現在
2対2と点数は並んでいます。さあね、この5のシールドをいかに早く割り出すのポイントが出たというか、ね、この方たちは結構ね、3人も続いている人がいたので、その分パタパタ多いのでシールドをしっかり割ることができるのではないでしょうか。さあ4対2、4対3と出たというか、ね、仲間たちがやってきた、やってくるぞ、出たが詰めてきたが、ここでパーフェクトアクションがさらにポイントを取ってきた。6対3と3点リード。さあポイントを重ねてくるレッドサイドパーフェクトアクション、さあ頑張れるさ、追いつけるのかベサ、さあいけるのかベサ、残り20秒8対4と4点差。ここでポイントを取ったベサが、しかしここでレッドサイドパーフェクトアクションもポイントを取る。さあベサがポイントを取ったぞ、ベサがポイントを取っている。しかしなかなか3点差だと縮めない、この勝負レッドサイドパーフェクトアクションの勝利です。おめでとうございます。レッドサイドオタツ VS ブルーサイドパーフェクトアクションの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それではただいまに30秒計測開始です。さあどうですか、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それでは試合の方を始めたいと思います。スタートボタンお願いします。こたつ VS パーフェクトアクション、カードをファイト。さあ両チームともにステータスは、おー、なんかあれですね、北海道は1135流行ってますから、結構チラチラ見かける、割とね難しいステータスだと思いますね。5のシールドね、うまく使えればかなりね使えるものになりますが、やっぱりね攻撃がね両方1になってしまうからね、結構大変なところですからね。小さくて遅いタコですから、しかしこれを使いこなすことができれば、これはかなり強い作戦が転じることができるかと思います。現在は2対3と1点リードしておりますブルーサイドパーフェクトアクション。さあレッドサイドと初1点差、まだね1点差は全然詰められる点数ですよ。さあ詰めに行くことができるんでしょうか。さあここで点数を取ったレッドサイドと初、さあ4対4と並んでいるぞ、残り時間20秒。さあ4対4、ここからリードするのはどちらのチームでしょうか。残り時間が間もなく10秒になります。さあ6対5とここでこたつが返した、6対51点リード。さあこのままこたつギリギリで、ここは7対6でパーフェクトアクションが追いかけてくる。さあ逃げてるか、7とソロ。さあオーバータイマッチ、ギリギリボールで取ってまいりましたね、パーフェクトアクション。さあオーバータイマッチ、先に1点取った勝ちのサドンデスマッチです。それではいきましょう、オーバータイマッチスタート。さあ先に取るのはどちらだ。さあ7対8でこの勝負、ブルーサイドパーフェクトアクションの勝利です。はい、それでは、レッドサイドブルーサイドユカイの仲間たち VS ブルーサイドストーリーの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、はい、よろしくお願いします。はい、それでは第3チームの参加者です。いいですね、だんだん握手できたかったですね。それでは行きましょう、スタートボタンをお願いします。レサというかいらなコーダーシバーサスストーリーの試合いきます、ハードファイト。さあ先に攻撃してくれたのがレサイのストーリーが、しかしここでレサとレサイの仲間たちが死を持ったが、おっとこれは田中さん、おっと誤算ですね、出したシールドより自分のライフの方が前にありました。それでは弾が当たってしまいますからね、さあシールドでちょっと自分で前の場所に行って出して下がってきた方がいいんじゃないでしょうか。が、なんと点数の方を見ていると4対3と1点リードしているのはレッドサイド、レッドサイドの仲間たち。さあストーリーが追いかける形になっているが、ここで並んだがやはり取ってくるベサ。さあベサが取る、ストーリーが取る、そして並ぶ、ここからリードしたのがやはりベサ。さあ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 、ストーリーがなかなか一歩を先に出ることができないか、並んでいるぞ、ここで取りたいストーリー。さあ取った取った取りました、7対8と1点リード。さあベサが取り返した、残り時間が20秒、そしてベサが逆転リード、9対9と並んでいる、かなりいい試合をしてますよこれは。さ
歳のストーリーの勝利です。おめでとうございます。さあそれでは、レッドサイドパーフェクトアクション VS ブルーサイドストーリーの試合を始めたいと思います。両チームともにレイよろしくお願いします。はい、それではただいまより30分で即開始です。さあでは全員揃ってますかね。はい、ありがとうございます。それでは試合の方を始めたいと思います。スタートボタンお願いします。レッドサイドパーフェクトアクション VS ブルーサイドストーリーの試合、それではいきましょう。ハローファイト。バキリポイントを取ったのは先制点ブルーサイドストーリー。さあ、レッドサイドファンクダンサーもポイントを取りに行くか。ここでポイントを重ねてきました、ブルーサイドストーリー。やはり上手ですよ。さあ、レッドサイドファンクダンサーもここでシールドを出してまいりました。さあ、現在は1対4と3点差。さあ、レッドサイドファンクダンサーも追いつくことができるか。2対4と2点差まで増えてきた。さあ、まだまだいけるぞ。さあ、残り時間がまもなく40秒半分経過をしようとしております。さあ、現在3対6の4対7と点数は動いてはいるが、4点差4対8。さあ、ブルーサイドストーリーが依然ポイントを取り続けている。さあ、レッドサイドパーフェクトアクションはね、ブルーさんが1、3、5と、はい、固めのシールドを出してきております。さあ、残り時間がまもなく20秒になりました。5対11、6点リードはブルーサイドストーリー。さらにポイントを重ねてくる。さあ、レッドサイドパーフェクトアクション、ブルーサイドもうシールドがありませんね。さあ、残り10秒、5対16と11点リードしているブルーサイドストーリー。やはり北海道ストーリーは強い。終了、5対18。この勝負、ブルーサイドストーリーの勝利です。おめでとうございます。やはり強いですね。さあ、予選最後ですが、気合い入れていきましょう。レッドサイド、ロエス VS ブルーサイド、ベソと迎える仲間たちの試合です。それでは、両チームともにレイお願いします。はい、それでは、ただいま30分経過開始です。それでは、予選ラストいきたいと思います。スタートボタンをお願いします。ロエス VS ベソと迎える仲間たち、いきましょう。アゴールファイト。さあ、まずはシールドを2枚展開してくれたレッドサイドのエース。おっと、あ、勝利が1、3、5と北海道のこれは流行りに乗ってきたんでしょうか。さあ、5点取ってもらいました、レッドサイドのエース。さあ、レッドサイドメサという会の人たち、目標は5点取ることと言っていました。さあ、まだ点数は惜しくも0点。さあ、まずは1点取っていきましょう。1点取って、そこで流れをつかみましょう。さあ、1点取りました、おめでとうございます。さあ、ここから流れに乗って取りに行きたいところ。さあ、なかなか点数が取れないか。残り30秒という段階で、現在15対1、さらにポイントを重ねてくるゲットサイドのノイズ。さあ、ここで勝利がさらにシールドを出した。ゴールのシールドは残り20秒。さあ、残り15秒の段階で21対1、レッドサイドロイスが圧倒的有利、圧倒的キー。さあ、24対2、さらにポイントを取れてくるのか。レッドサイドロイスが終了、25対3でこの勝負、レッドサイドロイスの勝利です。おめでとうございます。この総当たり戦の結果、上位2チームが決勝戦に進出となります。その、進出する1チームを発表したいと思います。まず1位通過、はい、ノイシーズはい、ノイシーズ。いや、もうそんな食べなくても知ってるよって空気がすごいでしたので、はい、ノイシーズおめでとうございます。1位通過。さあ、そして2位通過がこちら、ストーリー。おめでとうございます。いや、はい、では決勝戦です。レッドサイドノイシス VS ブルーサイドストーリーの決勝戦、始めます。両チームともにレイよろしくお願いします。はい、それではただいまより30秒
1本目まずいきましょう。スタートボタンをお願いします。マイス VS ストーリー決勝戦第1本目、それでは参りましょう。スタート。さあ、まずはシールド1枚出してもらいました。ブルーサイドノイズで走っていきました。ストーリーストーリーピークと笛が鳴っております。出ないように気をつけましょう。再び1本取ってまいりました。レッドサイドノイズがストーリーも必死に上げて、さあここでストーリーが取った。1対1となっているが、ノイズがここでレッドの一気に倒れてきた。3対1と2点リード。さあストーリーが必死で追いかける。さあなかなか熱が取れないか。やはりノイズ強い。ボコ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 と熱をどんどん重ねていく。さあさあさあ1点で取って、そこから一気にね相手に畳み込む、このね流れがありますからね。さあこの流れを何としても断ち切らないと、ストーリー取り返すのはなかなか難しいですよ。さあここでストーリーが取った。ここから一気に正規に転じたいところ。さあ連続でポイントをまとめましたよ。10対5、10対5、11対5。やはりノイスが落ち着いてポイントを取ってくる。なかなか追いつけないか、ストーリー。さあ残り時間が20秒になった。13対5、13対5。ここでポイントを取ってくるブルーサイド、ストーリー。いいですよいいですよ、まだいけるまだいける。おめでとうございます。いやーやっぱ強いな。いやーでも最初の頃スタートの、ね、出だしはねストーリーかなりいい感じでしたからね。あの調子を保ちたい。やはりね点数取られ始めると一気にいきますからね。立て直しをねできるように次頑張っていきましょう。さあそれでは全員揃いました。決勝戦2本目いきたいと思います。お願いします。あとお願いします。さあノイスが勝って終わってしまうのか、ストーリーが勝ってもう一本なるか。それではいきましょう。波動ファイト。さあまずは両チームともシールドを出してまいりました。あっとレッドサイドノイスは2人1、3号ですね。さあこの5のシールドを必死にかわしていきましょう。しっかり壊していきましょうね。さあストーリー、この5のシールドをいかに早く壊せるかがポイント。さあなかなか壊れないか。さあまずは相手のシールドを壊しましょう。相手に当てることよりまずシールドを壊しましょう。さあ現在4対1、4対1と3点リード。レッドサイドノイズ3にポイントが出てきました。5対1。さあシールドは今ない、今がチャンスです。今じゃあがこのシールドを落とされてしまった。さあシールドが出たらとにかく早く
東京に行けばね、これがゴロゴロといるっていうかね、まあそれだけレベルが高いってわけでもあるんですが、逆にノイズにこうね今日戦えたことはラッキーだと思って、ここを目指すっていう思いでぜひ次のシーズン頑張ってくださいということで、まずおめでとうございます。